皆さんこんにちは。本日は日本対イタリア、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。さあ、選手入場です。イタリア国歌を聴いていただきます。国歌お聴きいただきます。強豪同士の対戦、どういう試合の入り方をするのか、両チーム注目の一戦です。さあ、まもなくキックオフの時を迎えようとしています。キックオフです。スタートです。日本対イタリア。さあ、北澤さん、この戦いを見ていく上で注目すべき選手がいましたらお願いします。フィリッポ・インザーギですかね。決まった、先制、日本。前半立ち上がり早くも先制ゴールが決まりました。日本来ましたね、立ち上がりからシュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、決めてくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。そうですね。さあ、イタリア、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ、入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね。ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね。やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。シュート、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりしていかなければいけませんよね。なるほど。ここで前を向けるか。サイドのスペースを使う、いいボールだ。ディフェンダー集中力いいですよ。瀬川、
サイドを使います。吉川、味方を走らせる。イタリアは完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ベッラッティ、ファビオ・カンナバーロ、前線にボールを送ります。ベラルディ、ベッラッティ、ミドル、シュートはクロスバーの上、枠に行っていたらゴールでしたよね。非常に鋭いシュートが飛びましたからね。抑えました。いや、今みたいなアリークロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。裏へのスルーパス、来た、チャンスだ、抜けてくる、来た、決まった、追加点、日本追加点、日本。北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、打つ前のパス交換でしょうね。完全に相手のディフェンダーは対応遅れてましたね。そこを逃さずフリーで受ける判断力や動き出し、全てが絡み合った見事なゴールでしたよね。さあ、日本さらに1点を追加し2対0としています。日本としては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。ミドル、これよく止めましたね。決して簡単なボールではなかったと思いますけども、よく止めましたよね。素晴らしいセービングを見せたのはペリー。ロベルト・バッジョ、スペースへ出す、裏に味方を走らせる、縦に仕掛けます、スルーパスを出す、抜けた、さあ勝負、シュートまでいけるか、決まった、追加点、日本、日本立て続けにゴールを決めてきます。落ち着いています。素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。そのまま打つのか浮かせるのかっていう、お互いのこう駆け引き、それが楽しみましたよね。落ち着いてきっちり決めてきましたよね。今日2点目のゴールです。さあ、日本現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。日本としてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。攻めの姿勢です。ふわっとしたボール、シュート、守護神が弾く、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。サイドへ、瀬川、吉川、今の飛び出しのタイミングっていうのは、いや、良かったですよね。タイミングはバッチリでしたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。縦を使います。インザーギに渡る。イタリアとしては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。
サイドを縦に走らせます。仕掛けるタイミングを図る。お、いい形ですよ。抜けてくる。こぼれた。ロマニオーリ、シュート、長いボールを送ります。上げる。ここには誰もいませんでした。ここをかわした。来たぞ。拾いたい。ダニエル・ルガーニ、大きく縦へ。最終ラインまでボールを下げる。ここは競り勝ちます。裏のスペースへ。どうだ、シュート、来た、追加点、日本、日本大量リード。美しくも主張するふわっとした一撃。冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいことだと思いますけどね。今日2点目です。さあ日本、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。ファビオ・カンナバーロ、ベッラッティ、シュトラール、素早いパスで攻め上がっていきます。いっと、待ってった。イタリアとしては止められちゃいましたけどもね。抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどね。スルーパスを出す。どうだ、ベッラッティ、一気に縦へのアーチ。このボールをカットします。エルシャーラウィ、サイドを使う。縦へのボール、裏へ届くか。柳、吉川、長いボール縦へ。このボールに触ります。ファビオ・カンナバーロ、ボールを下げてリズムを作るか。シュトラーロ、ロマニオーリ、ベッラッティ、ここでファールをもらいます。イタリア、日本がこのリードで迎える終盤、状況から残りファーストハーフをどう戦えばいいんでしょうか。前半これからリスクを犯すような状況じゃないですからね。相手が前がかりに出てきたらそこを突く程度でいいと思いますけどね。さあ繋がるか。ここはキーパー処理しました。日本はここでファールがありました。もう40分です。どうだ、これは来た。一人で持っていくか。長いボールを送ります。チャレンジはしません。後ろに流す。チャンスだ。かわした。さあ一気にカウンター。裏を狙っていきます。柳、この試合でアシスト2つ記録しています。ミドル、力のこもったシュートでした。ちょっと遠目からのシュートでしたけども、もう少し前に行っても良かったんじゃないでしょうかね。返します。ベラルディ、ボールを下げてリズムを作るか。ここで笛。前半が終わりました。圧倒して前半を終えます。
日本大きくリードして前半を終えています。抑えたというよりもね、攻め続けたことによって相手側にチャンスは生まれなかったんでしょうね、この好調がね、後半も長く続くかですよね。なるほど。前半で大きく差が開いた両チーム、決定的とも思えるその差、縮める展開になるのか否か、後半目が離せません。日本が大量リードで後半を迎えます。さあ、ご覧のように後半スタートしています。もう一つ前に行きたい三村、瀬川、柳、玉川、すでにこの試合で2ゴール決めています。あーっと、まだある。ロマニオーリ、大きく縦へ、ベッラッティ、ルーズボールからシュトゥラーロ、スルーパス、渡ります。裏のスペースへシュッ、いや、追加点、日本、日本全く手を緩めません。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。圧倒的な強さを見せています。勝負ですね。ここでファウルをもらいます。日本、これはよく止めました。日本、チャンスを迎えたシーンがありました。ファビオ・カンナバーロ、ロマニオーリ。日本としてはやっぱり後半入っていきなり点取ってますからね、いけるっていうチームのムードになってますよね。チャンスだ、シュート、セーダー、いやー、ファインセーブです。もう蹴ってきましたね、距離ありましたけども。ここはしのぎます。アビオカンナバール、さあ、カウンタースピードを上げたいところ、足元大事にいきます。キーパーからのロングフィード、ここは読んでいました。イタリアとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なんでしょうか。まあ、裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、ラインを高めに設定してオフサイドトラップを仕掛けるという手もあるんですけども、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね。ここでファールがありました。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。裏のスペースを狙う、シュート、田尻のセーブ。玉川、先ほどから随分と寄せられていますが、北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、もうこれ以上点を取られないようにケアしてるんでしょうね。今日はシュートも結構打ってますからね。サイドのスペースへ走らせる、チャンスだ。
縦にボールをつないでいきます。チェックを受けますが動じません。さあ上げる、中央へ、ルーズになる、もう一度中、ここでファウルをもらいます。日本注意に終わりました。さあ誰に合わせてくるのか。セットプレーのチャンスが続きます。ここもしっかりディフェンスしました。吉川クロスを上げる、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。これ狙いましたね。ロングボールを入れてきます。さあフィリッポ・インザーギ、大岩、またファウルか。レフリーの注意が入ります。ここは競り勝ちます。マルキージオ、ペラルディ、ロマニオーリ、自分で行く、まだありますね、チャンス。ベラッティ最終ラインまでボールを下げる。吉川、ここでファウルがありました。縦へのボール、さあつながるか。このボールをカットします。積極的に足を入れてきます。足一本で裏という選択肢もありますね。マルキージオ、柔らかいボール、パドイン、ボールを下げてリズムを作るか。吉川スルーパスを出す、シュート、ゲット、日本、日本、どこまで点差を広げるんでしょうか。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。いや、いい形でしたよね。なんといっても出し手のタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。素晴らしいハットトリックです。イタリアとしては中央突破だけでなくてサイドも使ってね、攻撃パターンを変えていくっていうのもいいと思うんですけどね。
瀬川、このボールはつながりません。日本はここでファールがありました。長い縦へのボール、さあチャンス作れるか。緩いボール、インシーニ、長いボール縦へ、玉川、これはチャンスだ。ベッラッティ、ロベルト・バッジョ、日本がここでファールを取られます。やっぱり相手がスピードがありましたからね、止められるところで止めたっていう感じでしょうね。どうだ、シュート、きた、いや素晴らしい、イタリア。さあ今のゴールいかがでしょうか。そうですね、しっかり合わせたいいボレーシュートでしたね。さあイタリア、チームとしての意地を見せます。ベッラッティ、ファビオ・カンナバーロ、ロマニオーリ、パドイン、上げる、このクロスには合わせる選手がいません。ロベルト・バッジョ、ロマニオーリ、抜けてくる、チャンスだ、危ない、コース開いた、前開いた、シュート、来た、追加点、日本、日本容赦ない一発。最後キーパーとの対決見事決めましたね。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んでいってるんですよね。今日3点目、ここはカットします。ロベルト・バッジョ、大井は縦へのボール、ここは競り勝ちます。ロベルト・バッジョ、パドイン、マルキージオ、ここでファールをもらいます。イタリア、長いフィード前線へ、そして今試合終了、7対1、日本勝ちました。大差での勝利です。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。日本としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、そうですね。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。日本が大差をつけ試合を決めました。